1回戦 D グループは5フレまで終え、ここまでストライクを続ける下出がトップ。それを大島と大石が追う展開で、ゲームは第6フレームへ。さあ大島、第6フレーム、ストライク。いやここで徐々に調子に乗ってくるか。さあ一方下出です。まあ、5フレまで行くと次が見えてくるみたいなことをね、丸山さんおっしゃってましたが、はい、この6フレームどうでしょうかね。チャンスが来てることは感じてると思いますね、はい、ただあまりこうね先を見ないで一つ一つという今、はい、意識でいるでしょうね。さあどうか、ここはバーッと天秤が残りました。今曲がれ曲がれという言葉聞こえてきましたが、スピードが少しついちゃいましたのでね。そうですか、曲がりが足らなかったっていうのをもうすぐ投げた瞬間分かったんでしょうね。だからもっと曲がってほしいっていう気持ちで言っちゃったんだと思います。そうですか、はい、さあここでストライクは途切れました。となると他の選手もチャンスが生まれてきます。現在ダブルの大石、あっつかあっつかビッグフォー、スピードもちょっと力んだ分だけ遅くなりましたね。そうですか、はい、しっかりとマークしました。ここもまたオープンフレームになってしまいました。さあ大島としてはここでストライクをつなげて下出に少しでも迫りたいところ。できた、素晴らしい、ガッツポーズも出ました大島。さあダブル、ここは少し下出に近づいたというところですが、さあストライクが途切れた後のこの第7フレームの1投目です。上げていく、ここは完璧。いやもう左が17番目は本当に同じような再現性っていうんですか、はい、なんか見えますね。いや見事な投球下出、ここでまたストライク。さあ一方大石としてはもうミスはできない、そういった状況になりました。さあ1投目、はい、ここもやはり天秤が残りましたね。天秤に苦しめられている大石です。ですね、ワンスペア。この後手に汗握る終盤戦。